八丁道八丁道は、富山県高岡市東上関にある山道。八丁道とも表記される。高岡の海祖である、加賀藩二代藩主、前田利長の墓所である、前田利長墓所とその後大寺である高岡山、随隆寺と東西に結んでいる。長瀬が八丁であることからこの名が付けられた。前田利長の十三回期にあたる百四十六年に、三代藩主。 前田都常により、高岡城の南約1キロメートルの場所に新たに、墓所が造営され、墓所とその西にある、随流寺とを結ぶ参道として整備された。参道に沿って堀が設けられ南面は、石垣積みであったとする資料があり、参道とは言うものの、有事の際にはいずれも周囲に堀を構えた城塞となる、随流寺と墓所とをつないで、高岡城南方の外郭防衛線となるべく、 造成されたものと考えられている。かつては、石灯籠と老い松が連なっていたが、昭和の末には、灯籠がいくつか残るのみで王子の面影はほとんど失われており、1987年から1990年にかけて歴史的景観を再現することとして、全面的な整備事業が行われた。現在、石畳の遊歩道を中央に、左右に一車線ずつの車道を設け、 遊歩道には114機の灯籠が並び、黒松、さつきなどが新たに植えられ、また随流寺を背に前田利長の銅像が置かれている。延長870メートル、福音19メートル。読売新聞社選定の新、日本街路樹百ュ100系の一つに選定されている。ありがとうございます。